にちは、ロボチクスです。で今回はですね、ビットミクで作るカラーベースデバイスということで、こんな感じのを作っていきます。まず軽くデモ曲、という感じで、これがカラーベースサウンドのトラックなんですけど、まあ、このようにボコーダーを使って作ってます。でボコーダー使うときっていうのは、大体ですねコードトラックっていうのが別に必要になってくるんですけど、今回の設定はですね、このベース1トラックだけで、なおかつベースの1ノートだけで、しかもこういうところでこうダイアトニックに沿った演奏ができるんですね。まあこんな感じの便利な設定をビットミクデバイスを利用して作っていきます。それでは行ってみましょう。はい、じゃあまずボコーダーを設定していきます。カラーベースサウンドの作り方はですね、前にも動画でやったんですが、今回はこのビットミク上でのやり方をまず解説していきます。まずはですね、ベースを用意します。もうこれは何でもいいです。まあ、今回はですねフェイズプラントを使ってます。このサウンドです。でまあこういうベースの作り方に関してはですね、まあいろんな動画作ってきましたので、よかったらそちらをチェックしてください。で今回はですね D シャープマイナーのキーなので、 D シャープ0ここに打ち込んであります。こんな感じですね。で、ここでボコーダーを使っていくんですけど、まあおさらいみたいな感じなんですけど、ボコーダーってこうキャリアって呼ばれる信号に、モジュレーターっていう信号をですね、送り込んで、で、まあああいう感じのサウンドになるんですけど、カラーベースの場合は、コードサウンドの方をキャリア、で、ベースサウンドの方をモジュレーターとして扱うと、まあ割と綺麗にああいうサウンドになります。というわけでですね、ビットミクの場合は、モジュレーターのトラックにボコーダーを挿します。で、ボコーダー、これで。これで鳴らしてみると、こんな感じですね。で、デフォルトでですね、ここがモノラルになってるので、まあ、ステレオにしといた方がいい感じになります。で、次にですね、このキャリア。ここで、デフォルトだとこのブラウンノイズがオンになってるんですけど、これは削除しちゃって大丈夫です。バックスペースで消しちゃいます。で、このオーディオレシーバー、これをオンにします。ここにですね、コードサウンドの信号を送り込むという感じになります。じゃあ次にコードサウンドを用意していきます。まあ、今回ですね、このバイタル。まあ、これまたもう何でもいいです。まあ、スーパーソー系の音を作るといい感じになるので、まあ、デフォルトの小切り波でユニゾンを上げて。まあ、こんな感じのサウンドですね。そしてコードサウンド。今回は、D シャープマイナー7。こんな感じの落ち込んでます。で、次に、さっきのボコーダーの、このキャリアに入っているオーディオレシーバー。このインプットにですね、さっき立ち上げたバイタル。これのバイタルアウト。これを選択します。で、これはですね、ベースと同じタイミングに置いて、で、このコードサウンドのトラックはミュートにしておきます。これで再生してみると、こんな感じ。で、ちょっと小さいので、この辺の音量上げるとね。まあ、こんな感じで簡単にできます。で、ここがフィルターで、こんな風にしたり。で、このバンドっていうのをいじると、まあ、こんな感じで調整できます。これはもう好き好きで OK です。はい、じゃあ次にですね、ワンノートでコードが鳴るように設定していきます。というわけで、先ほどのコードトラック、このね、シンセの前に追加します。このノートエフェクトですね。この中から、マルチノート、これ追加します。で、これでちょっと鍵盤で弾いてみます。こんな感じで、まあ、勝手にこうやって音を積み重ねてくれるんですね。で、ここで、こうやって積み重ねる数をコントロールしたり、この数字を動かすと、こうやってインターバルですね。これは調整できます。で、まあ、とりあえず、マイナーセブンみたいな音にしたいので、こんな感じかな。こんな感じで。で、この状態で弾くと、まあ、こう平行移動しちゃうんですね、コードが。なので、ダイアトニックの音から外れないように、キーフィルターっていうのを使います。このマルチノートとシンセの間ですね。ここに同じくノートエフェクトから、どこや、あった。キーフィルター。これを足します。で、デフォルトだと C メジャーになってるんですけど、マイナーにすれば、こんな感じになる。で、今回 D シャープマイナーの曲なので、これでセットしておきます。こんな感じで。
ではですね、このベースのミディを流用してちょっと鳴らしてみましょう。ちょっと低すぎますね。で、今回はですね、ベースと同じミディを使ってコードも鳴らすというコンセプトなので、このコードのですね、オクターブを調整しましょう。さらにこの一番前に、ノートエフェクトからノートトランスポーズ、これを選びます。で、ちょっと聞きながら調整して。こんな感じで、まあ、プラス2オクターブぐらいですね。こんな感じで。それでは、これをですね、同じタイミングに置いて、ボコーダーを通して聞いてみましょう。まあ、これはミュートにまたしておいて、バッチリですね。はい。じゃあ最後にですね、これをワントラックで使えるようにします。やり方はですね、この、まずベースのトラックの音源部分、このシンセを選択して、コントロール G、コマンド G を押すと、インストルメントレイヤーっていうのができます。これはですね、ここに音源をたくさん格納できるんですけど、同じミディでいっぺんに鳴らすことができるっていうデバイスなんですね。で、ここにですね、先ほどのコードのこの丸々、これはですね、コントロール A、まあ、全選択して、これをドラッグして、ここに持っていきます。そうすると、この画面出てくるので、このインストルメントレイヤー、この中で、ポーンって離すと、ここに格納されます。で、このままの状態だと、コードの音もアウトプットしちゃうので、ここでまずミュートをしておきます。で、次にこのボコーダーのオーディオレシーバーも、このインストルメントレイヤーの中のバイタル、コードのシンセですね。このアウトプットを選択します。はい、じゃあこれでちょっと鍵盤で演奏してみましょう。こんな感じで。これで出来上がりです。まあ、あとはですね、もう好きにサウンドをいじったり。まあ、例えばコードシンセの、こういうの。まあ、こんな感じで。オクターブ上のこういうのを足して、シャープな音にしたり、あとこのバンド幅とか調節して。で、ミックス具合。こんな感じですね。まあ、ここは好き好きにカスタマイズしてみてください。で、この設定はですね、丸々保存しておくと便利です。これ保存するときの注意点が、ちょっとこのシンセは畳んだ状態にして、で、今、インストルメントレイヤーとボコーダーが別々の状態になってるんですけど、このボコーダーをインストルメントレイヤーのこの FX の中にドラッグして入れます。で、こうするとですね、これ丸々保存できるようになります。で、ここで右クリックして、プリセットライブラリを保存。で、まあ、適当に、あら、まあ、適当に名前つけて保存します。で、例えば新規に立ち上げた時に、このプリセット。で、この中からカラーベース。これですね。これ選んで立ち上げれば、もういつでも、もう設定済みのこのサウンドを呼び出すことができます。という感じで、ぜひぜひ活用してみてください。はい、今回はここまでになります。お疲れ様でした。というわけで、ナイトセットの登場ですね。まあ、ダブステップはやっぱこういう雰囲気の方が合うかなっていう感じ。まあ、今後も DTM が楽しくなる動画をアップしていきます。参考になったという方は高評価ボタンを、そしてチャンネル登録ぜひお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。